たいと思います。参りましょう、波動ファイト。さあ、いきなりサイドチェンジをしていったラフモンスターズ側、1番奥側伊賀八選手5311、そして真ん中コウ選手1135、手前スグル選手3241といったステータスとなっております。まずはね、スグル選手がクリティカルヒットをしていくわけですが、ユニコーン側1番奥側ライト選手4321、真ん中響選手1135、手前ユキコ選手が521といったステータスです。まずはラクモンスターズ側が1点のリード、シールドの消費としてはラフモンスターズ側やや先行張りといった形ですが、ユニコーンシールドがなくなるのを待っているのか響選手、じっくりと相手の、ね、状況を見ております。さあ、ここでシールドを張っていく、合わせてコウ選手も張っていきました。2対2で同点です。さあ、この時点でライフ1枚のユキポ選手、おっと、ここでスグル選手が対面から抜いていきます。ここで両展開、シールドラフモンスターズが最後のシールド、ユニコーンがもう最後のシールドを張っていきます。このね、2人でアタッカーで出てライト選手が取る。さあ、1枚を取っていくのは誰なのか。さあ、延長戦です。どちらかが1点取った方の勝利になります。さあ、それでは参りましょう、オーバータイムマッチスタートです。ライト選手がライフ1枚、伊賀八選手がライフ1枚。さあ、5311である伊賀八選手、ライフ1枚というのはね、なかなか前に進んで攻めていけないが、どうカバーしていくか。お互いにチャージャーがばらまいて前に出させないようにしている。どちらが1点を制していくのか、緊張のオーバータイムマッチ。避けております、避けに避けております。さあ、慎重に避けていかなければならない。いろんなところからエナジーボールが、あー、ライト選手が決めた。3対4ユニ